ヤコブ・パートルは、オーストリア、首都ウィーン出身のプロバスケットボール選手。NBA のサンアントニオスパーズに所属している。リーグ初のオーストリア出身の選手である。1995年に、バレーボール選手の両親の間で、ウィーンで生まれる。幼い頃から両親にバスケットボールを勧められた。パートルは、国内リーグのトライシュキルヒエンライオンズのユースチームで、教練を受けた後、 2013年にプロデビュー。1年間プレイした後、NBA 選手を目指すために飛べ、ユタ大学に留学した。2014から15シーズンを平均9、1得点6.8リバウンドという成績を残したポエートルは、翌2015から16シーズンは飛躍のシーズンとなる。シーズン平均十七二得点九一リバウンドという成績を記録したポエートルは、 ネイスミス賞を受賞したのをはじめ、パックマイナス12の最優秀選手に選出。さらに年間最優秀センターに贈られるカリーム、アブドゥルジャバー賞も受賞するなど、一躍注目を浴びる選手となった。これで自信をつけたパートルは、2016年4月に2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。全体9位でトロントラプターズから指名され、 オーストリア出身の選手として、初の NBA ドラフトで指名を受けた選手となった。NBA ルーキーシーズンとなった2016から17、シーズン開幕戦のデトロイトピストンズ戦で、ポエートルは、ヨナス・バランチューナスの控えとして、約13分プレーし、記念すべき、NBA 初のオーストリア人選手、としてデビューした。2018年7月18日、 カワイ・レナードとデマーでローザンを含む大型トレードでサイアントニオスパーズに移籍した。2013年にマケドニアで開催された U-18 の欧州選手権で代表デビューし、以降同国代表の中心選手として活躍している。ありがとうございます。